ティアムに危険がないと述べたことを詫びる。相当派の概念を信じず、ネットワークと同期できなかった私の落ち度だ。お前が俺たちに何か詫びるなんて初めてじゃないか。不確定の事象に対し十分な情報と資料を収集せずに結論を出すなど、スコピアムとしてあるまじきことだった。大丈夫ですよ。多くの人間、生き物はそんなものです。私もたまにですが、予測を外します。おい、こういう時はありがとうって言うんだよ。エレナはお前をかばってんだぞ。お前な。対象を発見。あれが UFO プラントの建物だ。中がどのような状態かわからない。心していくぞ。貴様ら、融合適合者か。あの格好のスコピアムが話してるの初めてだね。ここは話を合わせた方が良いだろうな。ああ、そうだ。俺たちは融合するためにここに来た。プラントが騒がしいようだが、何かあったのか。パラピアムのプラントは我々相当派が占拠した。融合したいのなら相当派への恭順が絶対条件だ。そうか。でもそれって融合前の俺たちがそう言って分かってもらえるものか。余計なことは考えるな。相当派に恭順するのか否か答えろ。ありえない。スコピアムと有機生命体の融合条件はただ一つ。有機生命体側の融合意志のみのはず。貴様デュマか。人間の言葉が分かるくせにとことん融通聞かないな。相当に逆らう者は排除する。警戒しろ。警告する。エネルギー残量不足。耐えてみな。まだまだ行きますよね。活動停止。よい。出力停止。
治療しろ。警告、エネルギー残量が。それで私たちが侵入者であることは共有されてしまっただろうな。急ぎましょう。奥にいくつもの生命反応があります。この反応すべてが相当ハスコピアムと融合したら。とりあえずこの施設に悪さしてる奴らを手当たり次第ぶちのめしながら進めばいいんだな。そういうことだ。だが進行には認証が必要な箇所がいくつかあるだろう。リュマ、解析は任せたぞ。対象を発見。前方、敵を抱えた。これって無敵だから。圧力を取る。まだ無敵ですよね。耐えてみな。圧力を取る。警戒せよ。対象を発見。活動停止。死ぬわけにはいかん。総員、戦闘準備。警告、エネルギー残量。待て。どう。待て。正しいだろ。工学はお任せ。完成です。ラッキー。ラッキラッキー。警戒態勢敵。エネルギー残量。
しゃあねえな。認証レベルが足りないようだな。先に認証を済ませよう。ここは最高位の認証が必要なようだ。今の我々では通れない。この先に何かありそうだってのによ。順に認証を突破していくしかない。ここは後回しだ。認証レベルが足りないようだな。先に認証を済ませよう。警戒態勢を。どうだ言うな。これでよし。消えたよ。活動停止。ここも敵に占領されているとは。とにかく先を急ぐぞ。準備した方がいい。これまだできる感じしません。ラケットどんなもんだ。対象を発見。対象を発見。フルパワー。ラッキはお任せ。完成です。
れないみたいだな。さっき言ってた認証とやらが必要なのか。そうだ、どこかに認証のための端末があるはずだ。探すぞ。クラッキングを解除。これで通れなかったところが通れるようになったってことか。そのようだ。一度1階ロビーに戻ろう。ラッキーと。ラッキー。わかったわ。ラッキー。耐えてみな。光線反応発動です。俺はまだ終わっておらんぞ。対象を発見。ラッキー。ラッキー。何者かがいるぞ。本当だ。これで感じません。これで前方に音声反応を検知。発動停止。光線反応なし。
クラッキングを開始。邪魔だ、ゲット。リザちゃん、我々正解認証の完了せよ。やった、これでまた別のところが通れるようになったということか。そうだ、ロビーの2階に戻るぞ。対象を発見。対象を発見。認証レベルが足りないようだな。先に認証を済ませよう。ラッキここにもうじゃうじゃいるぜ。しつこい奴らだ。一掃しちまえばいいんだろう。素早くやるぞ。まったく。おい、戦闘準備、ここで頑張る。活動停止。攻勢反応、習得です。よい。対象を発見。対象を発見。クラッキングを開始。行け、まだ行け。見たか。よし。耐えていな。滅殺。
成功。生産運行を完了する。これって無敵な感じしません？まだまだ行けますよね。耐えてみな。よい、消える。ここで頑張らなきゃ。こうか。クラッキングを開始。耐えてみな。よい、滅殺。休んでおけ。クラッキングを開始する。対象を発見。
対象を発見。ラッキー。対象を発見。前方に敵がいるわ。わかりました。やったわ。踏ん張れ。活動停止。ラッキー。対象を発見。でや、前方敵だ。気づかれてないんじゃない？どうだ夢。まだまだ行くぜ。構成反応。まだ行ける。活動停止。狙われても。よし、ダメだよ。こっちだ。エネルギー残量不足。よっ、止め。どう。それ。下がってろ。俺が行く。なんとかなったな。ラッキー。ラッキー。まだまだ一番大きいよ。いよい。構成反応。活動停止。個体の視界を統合させる。この警戒態勢を。貴様だ。まさか出力。踏ん張れ。怪我はないか。ラッキー。
断するな。もうそうだよ。警察、エネルギー残量不足、構成反応。これって無敵な感じしません。踏ん張れ。まだまだいけますよね。どう、構成体のパワーが上がっている。それ、ブラインドサイド制御。刻むわよ。ケチャラ、どんなもんだ。認証レベルが足りないようだな。先に認証を済ませよう。対象を発見。対象を発見。ラッキー。対象を発見。こうか。クラッキングを開始。
止め、生体認証を完了せよ。よし、スモークしろ。これで通過できる場所が増えた。相当派の解除を進めるぞ。マルチ反応。タスル警告。エネルギー残量不足。やってやる。スキルステイ。ストレイヤーボイド。えおい。ラケッチ。融合処理施設だ。彼らは今まさにスコピアムと融合している最中なのだ。まさかこの人たちも相当派に。スコピアムの理念が生きているのなら、相当派に組みするか否かは個体ごとの意思が決めるはずだ。だからこそ融合中の彼らは味方であるとも敵であるとも断定は不可能だ。それにしてもすごい規模だな。ここは融合プラントの中では特別だったりするのか、それともどこもこんなものなのか。ここは数あるプラントの中でも最も大きな電脳融合機能を有するプラントの一つだ。電脳融合？なんだそのゾッとしない言葉は。私のような通常の融合は有機生命体の承諾こそ必要だが、融合の主体は機械生命体であり、有機生命体が従属的に融合するという現象だ。スコピアムとの融合が侵略と捉えられる原因の多くはここにある。そして有機生命体とスコピアムとの2つの意志が共存状態にある。機械生命体と有機生命体が気質的に融合し、その肉体に己の主観を依存する。そして己を、己たらしめている脳の電気信号を直接的にネットワークと接続できる。一方でスコピアマイズにおいては有機生命体側が主となり、主観を肉体に依存しない。主観を肉体に依存しない。それは例えば私がネットワーク空間にダイブし、ハッキング先のコンピューターで自我プログラムを具現化できることと同じようなことですか？似て非なる事象だ。その場合も君を君たらしめている主観的データは物理世界にある限定された本体に紐付けられているだろう。スコピアマイズした者の主観はスコピアムネットワークの中に存在し、主観と自我を保ちながらネットワーク全体と接続し同化している。物理的な肉体を必要とするのは現実世界に物理的影響を及ぼす時のみであり、その様態ゆえにスコピアマイズはネットワークに新たな進化を促すのだ。その場合
有機生命体側の完全な電脳化処理が必要なのではありませんか。懸念はない。 JJ のような通常の融合であっても、ネットワークと接続できる時点である程度の電脳化処理が施されていると言って良い状態だ。スコピアマイズを行うには基本的には通常融合を果たしている必要があるため、そこから完全に電脳化する処理を施せば、手続きとしては大きなストレスを伴うものではない。なんかもう全然話についてけないんだけど、電脳化って結局何なの？なんて言えばいいのか。簡単に言えば、頭の中身を機械化して元々あった魂をそこに複製するようなもんか。俺もよくわからないんだが。それはそこまで言っては。俺たちの感覚ではそれはもはや人間ではないな。だが魂は同一だ。そしてスコピアムネットワークの内側でその自我を保って初めて電脳融合が果たされたと言える。そんなことができる場所にアストリアは一体何のために？そればっかりはアストリアの連中に聞いてみなければわからん。行くぞ。ええ。対象を発見。停止。対象を発見。ラッキを発見。ラッキー。先が最深部だ。私も何があるかわからない。
ベネット艦長。やあマリエル君、きっと来ると思っていたよ。スコピアム融合体の適性反応を検知。え、あの男は融合済みのようだ。迂闊に近づくな。そんな、いつからなんですか、艦長がスコピアムと融合したのは。忘れもしない15年前のことだ。そんなに前から。短いようで長い時間だったよ。今日このパラピアムで起こったことは、スコピアムと銀河連邦の運命を大きく変えることだろう。何があったっていうのよ。大勢の人をただ傷つけただけじゃない。未開惑星の小娘に理解できる話ではないが、一つだけ教えてやろう。今日我らの総統は大いなる力をその手に収めた。スコピアムの歴史すら塗り替える力だ。その手伝いをできたことは私の生涯の誇りだ。連邦の運命とおっしゃいましたね。まさか総統派スコピアムたちと共に銀河連邦に反旗を翻すおつもりですか。カーティス大佐をベラガルフをその手にかけたように。やはり何も分かっておらん。連邦に牙を剥いたのはカーティスの方だ。今や銀河連邦軍の多くが我らの総統の影響下にある。総統派スコピアムはもはや銀河連邦そのものなのだ。これからは総統閣下とスコピアムの力で得た武力で連邦は半島を一気に拡大することだろう。それこそが連邦の、そして銀河に生きる生命の栄光の道なのだ。さて、通れないよ。安いはそこまでにしろ。歌い文句で人様の庭に土足で踏み込んでくるとなれば、めぐられるか黙っているわけにもなりない。勉強は一惑星ごとに相当閣下のご意志を愚弄するか。相当閣下の無知で得た大いなる力に入れ伏せよ。と融合すればよいではないか。そうすればネットワークには相当の情報があふれ。ふざけないで。私は死んでも意志は記憶はスコピアムの相当の一部を。読めたか。
この個体の情報は喪失した。そんな、なんとかならないの？この施設の中央情報システムならば検索が可能かもしれない。相当派といえどスコピアムだ。可能性は高い。認証に成功。今から必要な情報を検索して取得を行う。少し時間が必要だ。何か手伝えることはありますか？君が。ベグアルドのアンドロイドの規格には適合しないシステムだが、タッチインターフェースを使えるようにした。補助を頼む。承知しました。情報の取得を完了。相当の概念を持つ個体は銀河連邦艦隊司令部の最上級将校であることは判明した。本来存在しないはずのスコピアムの指導者の概念が生まれたのが15年前。ベネットがスコピアム化した時期と一致する。最上級将校、一体誰が？こちらレイモンド。兄貴か、どうした？なんてこと。レイ、すぐにアルダスに戻れ。星に帰るぞ。兄貴何言ってんだ。こっちは今それどころじゃ。ベグワルド本線に向けて銀河連邦の大艦隊が進行している。すでにベグワルド宇宙軍は星系全域に展開し迎撃態勢を取っている。近隣を航行中の艦艇にも緊急避難命令が発令された。連邦の侵略だ。艦隊総司令官の名はレミントン・カーツマン。連邦切手の高原ぞ。なんだってんだ。宣戦布告もなしにどうして？アントニオ、エレナです。今カーツマンと言いましたか？それがどうした？その男です。え、こちらのデータと照合すると間違いありません。ベネット艦長は15年前惑星ビープスに赴任しています。直上の司令官はレミントン・カーツマン中佐。今は艦隊司令部の司令官です。素晴らしい。おいおい、まさか。ここまで揃えば確定でしょう。まさかって思うけど、信じたくないけど、レミントン司令が相当なのよ。とにかく準備ができたらアルダスに戻ってきてくれ。できるだけ早く出発したい。とりあえずここを出てパラピアムの転送室に向かいましょう。
おい、まさか俺たち変な疑いをかけられたりはしないだろうな。それは大丈夫だ。融合プラントでの出来事は私を通して共有されている。 JJ さん。ああ、承知した。すぐに向かおう。それでは皆さん失礼いたします。今何かお話しされていましたか？彼らは融合プラントの調査に急いでいたので、情報交換をネットワーク越しに行った。彼らは現場にいた私に実況見分の協力を要請してきた。レーモンド艦長たちはこれから惑星ベグワルドに向かうんだな。ああ、うん、JJ さんには JJ さんのするべきことがあるのですね。同胞を守ってくれた君たちに何一つ報いることができず申し訳ない。そんなことはありません。私たちは JJ さんにたくさんのことを教えてもらいました。あなたがいなければスコピアムがどういうものかを理解しようともしないまま戦うことになっていたわ。ベネット艦長の銀河連邦の罪を一つ暴けたのはあなたのおかげです。ありがとうございます。融合していない者たちとも理解し合えるというこの経験はスコピアム全体の進化の一助となるだろう。アルダスクルーのブーンを祈る。いつかまたパラピアムに来ることがあればスコピアムネットワークは君たちを心から歓迎する。さらばだ。どうかお元気で。どうしたんです？ベグワルドに攻め込んできてるレミントンはスコピアムとつながってんだろ。でも俺たちまだスコピアムについて知らないことが多すぎると思わないか？レイ、確かに JJ さんがついてきてくださると心強いですよね。今みたいに敵のスコピアムと通じ合うこともできるかも。兄貴、発艦準備だけ頼む。新しいクルー候補に上官交渉をしてみる。急げよ、あまり時間はなさそうだからな。ラッキー。ベグワルドでも戦闘が発生する可能性が高いです。しっかりと準備ができ次第アルダスに戻りましょう。
とにかく今は避難を最優先してください。レイモンドよりブリッジ、パラピアムより発艦。来た時のワームホールを逆流して元のセクターに戻れ。ワームホール突破後、最大ワープでベグワルド本線へ急行。了解しました。ブリッジに急ぐぞ。艦長、マリエル、ベラガルフからの通信です。本当？無事だったのか。つなげ。カーティス大佐。あの状況でよく無事だったな。簡単にやられたりはしないさ。むしろアストリアが君たちを追跡する航路を取ったから、どうしているかと心配していた。アストリアはベネット艦長以下全クルーがスコピアム化し、スコピアムのコロニーを侵略しました。多くの非戦闘員に対して攻撃が加えられたため、やむなく。そうか。それより大佐、レミントン司令の指揮する艦隊がベグワルドに侵攻しているというのは本当なのですか？本当だ。ベグワルドが反連邦の立場を取り、銀河連邦の権益を妨害しているという理由でな。ふざけやがって。明らかに火は連邦にあるが、司令がなぜこんな暴挙に出たのかわからず、我々も対応が後手に回っているのだ。大佐、レミントン司令はメヌーク政権を攻撃した総統派スコピアムと呼ばれる勢力とつながっています。何だと？場合によっては司令本人がスコピアムとなり、総統派スコピアムを率いる総統である疑いも出ているんです。実はベネットや地球人士官までがスコピアム化していたなどと、連邦始まって以来の一大事だ。しかもそれが15年も前から進んでいたなどと。奴らは同じスコピアム相手でも容赦がない。その上生身の人間と比べてあらゆる能力が向上している。その力を使って連邦の勢力を拡大するつもりなんだろうな。ですがなぜベグワルドなんでしょう？それだ。ベグワルドとは表立って激しく対立していたわけでもない。こんなことをしても他の非加盟惑星の感情を逆なでするだけだ。デューマ、お前がイーダスに乗ることになったのはベグワルドの融合可能性を調査するためだって言ってたな。それで相当派もネットワーク自体には接続しているんだよな。その通りだ。ベグワルドの人々を相当派のスコピアムとして融合するための侵略ということですか？そういうことになるだろうな。行くのだな。故郷の危機だからな。私も仲間を集め、司令の暴挙を連邦側から阻止しようと思う。やってくる連邦艦がレミントン派かそうでないのかはこっちからは区別できない。仲間を連れてくるなら俺が窓口になるから連絡してくれ。承知した。現時点で把握できているレミントン艦隊の動向を送信しておく。できるだけ早く私もベグアルドに向かおう。アルダスの航海の無事を祈る。オーバー。今のデータを加えてワイドレンジスケマティックを出してくれ。この点一つ一つがあのアストリアみたいな巨大な船なのか。こりゃテラヌスを見ただけでロンベルトがブルっちまったのも仕方ないな。敵先遣隊がベグワルドに到達するまで48時間、戦闘開始予想時刻は甘く見積もっても72時間後です。俺たちとベラガルフの位置は？本艦はワープ11でベグワルドに急行中ですが、
到着するのは96時間後。ベラガルフも大して変わりません。およそ98時間の位置です。ベラガルフを当てにするには状況が厳しいな。みんな悪いな。ちょっと実家の面倒に付き合ってくれ。あれ、いつもその辺にいるデュマがいないな。レティシアのところか。探してみるか。波も風も関係なく船を任意に加速できるというのは、冷静に考えてとんでもない技術だな。ねえねえ、今度二人が非番の日にどっか遊びに行かない？いくらベグアルドの体制が反連邦だからって宣戦布告もなしに攻めるなんて無法が過ぎるわ。ベグアルド星系に到着したら呼びますから、今は食事をして体を休めてください。ベグアルドにはお父さんやお母さんが。お願い、間に合って。また戦場に向かうってことですよね。いえ、大丈夫です。ちょっと手が震えますけど。あれ、いつも一緒にいるデュマはどうしたんです？レティシアさんのところでしょうか？こちらブリッジ、周辺中域に異常なし。了解。まさか連邦がベグワルドに。入ったばかりの新人も見ていますし。もっといいエンジン積んでおくんだった。ねえねえ、今度二人が非番の日にどっか遊びに行かない？急いでいるのかいないのか、この船の中にいると歓声を感じないからわからんな。ベラガルフのみんなが無事でよかった。あの状況から生き残るなんて。暗闇に輝く無数の星。お前たちの故郷なのだろう。私たちも手を貸す。忙しそうですね。ああ、こりゃ上官交渉なんて無理か。レイモンド艦長、まだパラピアムにいたのか。私に何か用か。ジェイジェイ、やっぱり俺たちと一緒に来てほしいんだ。俺たちはスコピアムについて知らないことが多すぎる。スコピアムのあんたが来てくれたら心強い。レイモンド艦長、だが。あまり無理を言っても仕方ありません。諦めましょう。まあそうだよな。被害を受けた同胞たちを放っておくことはできない。力になれず申し訳ない。いや、手間を取らせて悪かったな。だがどうすっかな。俺たちには学習施設とロラから少し聞いたくらいしかスコピアムの知識がない。デュマがもう少し喋ってくれればいいけど、少し偏りそうですしね。ロラ？ん？今ロラと言ったか。ああ、今はアスターにいるヴィープス人なんだけどな。
そいつからスコピアムの話は少し聞いてるんだ。ビープス人。そうか。あのスコピアム艦にいた者たちもビープス人だったか。なんだ？ビープスのこと知ってるのか？まあそうだ。もう過去のことだが、縁はあった。なら、やっぱり一緒に行かないか。俺たちはビープスのガストンとベランジェを止めるためにも相当派連中を追ってるんだ。うん。お？だが、機能不全になったパラピアムを放っておくわけにはいかない。やはり無理だ。JJ さんがその気になってくれたのなら、後の話は簡単ではありませんか？私たちがこの町の修復をお手伝いすればいいんです。そりゃ名案だ。俺は運送屋だからな。必要な資材があれば何でも持ってくるぜ。いや、だがしかし、本当にいいのか？もちろん。その代わり、この町が元に戻ったら、俺たちに JJ の力を貸してほしいんだ。君たちにはかなわない。わかった。ならば遠慮なく頼らせてもらう。この町の修復作業を手伝ってくれ。まずはこれをお願いできるか？すまないが、よろしく頼む。前方、敵だ！戦闘準備。それ。なんとかなきゃ。ラッキー。死ぬわけにはいかん。それ。
邪魔だ。よし、私を強くする攻防一体。安全は確保された。エネルギー残量不足。これって無敵な感じしません？耐えてみな。ここで頑張れます。使用を決めるか。構成反応活動停止。ラッキラッキー。どう？
前方敵を確認。発動停止。何もアクセラレーター。ラッキー。前方に。分かってるよ。いけるぞ。対象を発見。ラッキー。
撃。配送の仕事より楽だったな。感謝する。襲撃時に町を救ってくれた英雄たちがまた手を貸してくれていると聞いて、同胞たちも前向きになっている。これも全てレイモンド艦長たちのおかげだ。英雄だなんて、そんな。次はこれを頼めないか。おう、じゃんじゃん頼んでくれ。本当に感謝する。配送の仕事より楽だったな。感謝する。次で最後だ。これを頼めるか。ああ任せろ。なあ、なんで急に俺たちと一緒に来てくれる気になったんだ。ビープスとなんか関係あるのか。もう過去の話だ。まあ話したくなった時に話してくれればそれでいいんだけどな。話したくないわけではないのだ。レイモンド艦長は信頼できる。ただ私の中でどう折り合いをつければいいのかまだわからない。レイモンド艦長と共に行けばその答えを見つけられるかもしれないと思っている。そっか、何かわからないが少しでも JJ の役に立てるなら俺たちも嬉しい。あと少しだ。よろしく頼む。配送の仕事より楽だったな。何かあったのか。融合プラントの設備に問題が発生した。原因の究明から始めなければならない。これ以上レイモンド艦長たちの足を止めさせるわけにはいかない。力を借りるだけ借りてすまないが、やはり私はここに残る。君たちは目的地に向かってくれ。そんな。仕方ないな、無理は言えない。最初からここが復興したらって話だったしな。 JJ さん、私たちはもう大丈夫です。何？ JJ さん、行くべき場所があるんですよね。でしたら私たちに構わず行ってください。君たち、 JJ さんに外部の知見を共有していただいたおかげで復興の効率は向上しています。皆さんにも手伝っていただけたので想定よりずっと早く修復が完了します。ここまで復興が進めばもう私たちだけでも大丈夫です。どうする JJ。 すまない、私は再び宇宙に出る。だが私の力が必要な時はまたいつでもネットワークで呼びかけてほしい。そうです、何か困ったことがあれば私たちもすぐに駆けつけて手伝います。レイモンド艦長、皆もこれから世話になる。よろしく頼む。ああ、こっちこそよろしく頼むぜ。よろしくお願いします、JJ さん。